続き,ましてが続きましては、神奈川県の市川さんからいただきました、えー、テレビ番組の世界不思議発見の中で、うん、タリバンによって破壊されたアフガニスタンの石仏の天井画に、天×太陽神、男神、すなわちアマテラス大神が描かれています。 これはシルクロードを通りやってきた民族がイエス・キリストが太陽神であることを知っていたことの証しになると思います。また聖書には義の太陽、メシアとして予言されています。飛鳥先生の見解の証しになると思います。ありがとうございます。アスカ塾生 あかすか塾生だったらそらく終了してもらってる可能性が高いですから<ー>僕の講演会それ持っていけたらまずですね、えっと、世界中でいう太陽神太陽の神っていうのはもう日本以外は全部男神です、うん、ラーも含めてもう全部太陽神といえば男です、うん で女性はその太陽神に向かうひまわり、うん、だからいつも男の神様を求めてこう追うという意味で、うん、あのソフィア・ローレンの「ひまわり」っていうのが実はそれが元になってて、うん、で日本の場合だけが女神になってるのねもともと天照りくるんたり彦っていう男神ですから、うん、何というかっていうとあのシルクロードを経たまあ仏像 にそういうのがあるっていうことは、うん、これはねあのまず観音像自身が例えば日本では女性が多いですよ観音様って言ったら<ー>それが大陸に入ってシルクロードを西へ行けば行くほど髭が生えていくで最後はイエス・キリストの会なんですねだ俺まさしくねあれ一サだと思ってるんだよ<ー>イッサ像イコールイエス・キリストですね、うん、もちろん起源 禅であったとしても予言として救世主、うん、男神が降りてくるというのは太陽神ということはもう予言でありましたからね、えー、だらそれをぐあの像で彫った人たちはそれを意識したかも分かんないし紀元<ー>後大量に作られたアルカイクスマイルのいわゆる観音像は一茶の可能性がある一茶、えー、は太陽神である。はい、うん 一茶があのどん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 流れていって日本に入ってきた時に伊勢になって伊勢伊勢神宮の伊勢になった可能性が僕はあると思ってますからうかうもちろんその前に「磯」っていうのがあったと思うんですけどね。はい